天幕 TV の始まりです。今日は16520デイトナの、変遷について、お話ししていきたいと思います。ですね、まずベゼルの変遷ですね、左から200滝、88人頃のものです。そして、エルヒンバンの真ん中のエルヒンバンの、225って書いてありますね。これはあの1年ぐらいしか生産されなかったモデルです。こちらの方はすごくレアなモデルですね。3番目のはですね、多分、XSW とあのそのあたりの、モデルだと思います。A 品番のものは、アワーというのはものすごく長くなっております。そういう感じになっておりますね。これはですね、 R 品番のモデルです。 200m 滝というのが特徴で、また文字盤がですね、段落ちになっておりまして、コスモグラフというところが一つ落ちているということで、すごく価値のあるものなんですね。初期のモデルで非常に、数が少ないモデルです。続きまして、これは、エルヒンバンの、これも初期のエルヒンバン、225と書いてあるベゼルに書いてありますね。これもまた非常に貴重でして、また、この上の、4行滝といって、またこれも、かなり高くなっております。イタリアではですね、900万ぐらいで売られております。そのうちまたもっと大きく化けるんじゃないかなと思っています。で、この個体なんですが、これは、W 品番に見られるものですね。逆奥から、普通と6になったモデルで、でもそれでもトリチウムのモデルです。この辺のモデルは比較的多いですね。個体なんですが、これは、A 品番とか P 品番に見られる個体です。アワーが非常にちょっと長くなっておりまして、ベゼルのですね。でも、ここはもう最終仕様ということで落ち着いて、ロミノバに、アリと文字盤が、交換されておりまして、非常にですね、もう最終の決定版ということで、大量に流れているものでございます。でしょうか。もしよかったら、チャンネルも、登録をよろしくお願いいたします。あとグッドボタンを押していただければ、色気が出ます。よろしくお願いいたします。今日はご視聴どうもありがとうございました。